ちは、言語化プロデューサーの今みんです。今回は話が伝わらない人の3つの癖というテーマについてお話したいと思います。もしかしたら皆さんもあるんじゃないですか。なんか話してるんだけどうまく伝わらないんだよなであったりとか、なんかちょっとこう勘違いされたままきちんと正しく伝わってないみたいなことありませんか。そんな風に伝わらないって悩んでる人には大抵多くの共通点があります。それが3つの癖です。これらの3つの癖を自分でしっかり把握していればコミュニケーションの時に注意することができますよね。では早速いってみます。伝わらない人たちの1つ目の癖、相手を知ってるっていう風に思い込んでしまっている。例えばビジネスシーンでクライアントさんにお話をするとき、あるいはお客様に説明をするとき、結構専門用語を使って話したりとかしてませんか。これらの専門用語っていうのは自分にとってはもう全然普段使ってる当たり前の言葉だったりするんですよね。なので専門用語だっていう風にそもそも思ってなかったりするんです。もうみんな当たり前にこんなことは知ってるよねっていう風に思っちゃったりするんです。でも意外とこの業界以外、あるいはあなたの会社のその部署以外の人は全然そんな言葉を知らなかったりとか、聞いたことあるけど意味がよくわかんないなんてことがあったりするんです。私も雑誌の編集を長年やっていたので当たり前のように使ってしまっている言葉がたくさんあるんですけども、これ言っても全然伝わらないんだってことに気づいたことが何度もあります。入稿、これは締め切りのことを言ってます。ノンブル、これはページの一番下にあるこうページ数のところありますよね。あれノンブルって言うんです。これも絶対伝わらないですよね。あと写真のことを縦位置横位置なんてことも言ったりするんですけども、これもなんとなくイメージつくかもしれないけど、突然縦位置とか言われてもなんだかわかんないですよね。縦位置っていうのはこう縦長の写真のことで、横位置っていうのは横の長い写真のことを言ってます。まあ横に配置するとか縦に配置するみたいな感じの略なのかと思いますが、こんなの私たちも当たり前に使ってるんです。なんであこの写真縦位置よりも横位置の方が良かったよねとか言っても、え何言ってんのって思えちゃったりとかすることが結構あったりします。こんな風に私にとってはもう当たり前の言葉でもう誰もが知ってるだろうっていう風に思ってしまうような言葉もうっかり日々出てきちゃうんですよね。こう全然関係ない友達喋ってるところのシーンとかでも、でも全然違う業界の友達にはは何言ってんのっていう風に思われてしまうってことが多々ありました。皆さんでもきっとこんなことってあるんじゃないですか。これが皆さんの話が伝わらない時の自分の思い込んでる癖の一つです。そして伝わらない人の二つ目の癖、同じだと思い込んでる。これは価値観であったりとか、ある一つの言葉の意味であったりとか、いわゆるこう常識っていう風にみんなが思ってるもの、それがみんな同じだよねっていう風に思ってしまっているっていうところの癖なんです。例えばもう簡単に友達とランチに行った時、うわこれ高いよねって1500円のランチを言った時、あ1500円だったら普通じゃないって思う人もいるかもしれないんですよね。あなたにとってはランチっていうのはもしかしたら1000円以内で抑えなきゃいけないっていうふうに思ってるかもしれないんだけども、その子にしてみたらこのお店でランチが1500円で食べられるんだったら安くないっていうふうに思うかもしれないんです。人によって何を思ってこれはいいであるとか悪いであるとか、これに対して価値を感じるとかこれは価値を感じないっていうのは人それぞれなんですよね。大好きなアーティストのライブに1万円かけて、あるいはこうわざわざ遠方までこう新幹線とか飛行機に乗ってまで行くファンの人たちいますよね。でそのこう一つのライブに行くためにもう下手したらもう5万円とか使ってしまう友達もいるんですけど もうそれとか私にとっても信じられない、そんなことなんでするのって思うような、めちゃくちゃ高いなんかこうある意味ちょっと無駄に思えるような行為なんだけど、もうファンにとってはもう5万円かかろうが10万円かかろうがもう大好きなアーティストと一緒にその過ごせる時間っていうのはもうプライスレスだっていうふうに思ってる方とかもいるんです。つまりそういうふうにもう価値観って全然人によって違うんですよね。この価値観であったりこう感覚みたいなところが違うっていうところ、あるいは同じものを見た時にこれを美しいと思うのかなんだかわけがわからないと思うのか、アートとかまさにそうですよね。うわこれは素晴らしいなってこう言ってる評論家の方たちとか、これもう子供の落書きと何が違うのみたいに思ってしまう人とかもやっぱりいたりして、やっぱりそこの部分を同じものを見てもすごい素敵と思うかわけわかんないと思うかっていう風にこういちいちやっぱりみんなそれぞれ違うんですよね。なのでこれ物を伝える時にはこれ皆さんこれ高いと思いますよねって時に
いや高いと思わないぞっていう人もいるし、あるいはもうこんなことありえませんよねみたいなことを熱弁したとしても、いやそういうのって別にいいんじゃないって思う人もいるみたいな感じで、みんな同じじゃないんだっていうことですよね。みんなそれぞれもう顔が違うように、個性が違うように、考え方も全部違うんだぞっていうところ、同じじゃないってことを理解しとかないと伝わらないんです。そして伝わらない人の3つ目の癖、興味があると思い込んでる。これは1つ目2つ目とはまだちょっと違う癖なんだけども、相手はこう自分が話してることだったりとか、こう自分がこうすごい大好きなものに対して、こう自分が一生懸命になってるものに対して、相手も同じように興味を持ってくれてるっていう風に思い込んでしまってるみたいな、こう相手は私の話を一生懸命聞いてくれるものであるみたいな風に思い込んでしまってるっていうところが危険な癖なんですよね。基本的に相手はあなたに対して興味を持っていないぐらいに思ってた方がいいんです。本来あなたが一生懸命に売り込みたいであったりとか、一生懸命紹介したいであったりするっていうものに対して、まず基本何の興味も持っていませんと、なんかもう全く何の興味も持ってない人に対して、あなたはそれを一生懸命こう売り込んだりとか紹介とかしなきゃいけないんだっていう風に考えてないと、もう当然のように話しても、なんかもうすごいつまんない話、この人いつまで話してんの、もう話長くねとか、でもこれ全然興味ないのに、もう全く面白くないんだけども、この時間なんとかしてくんないっていう風に思っているかもしれないっていうところを、まず最初のスタート時点でそこが間違ってしまうと、もうその後の話が一切相手にとって迷惑なものでしかないっていう風になってしまう可能性があるんです。なのでこの相手は興味を持ってるんだっていう風に思い込まないっていうところが非常に大事なところになります。いいですか、今3つのポイント言いました。まとめますよ。1つ目、知ってると思い込まないこと。2つ目、同じだと思わないこと。3つ目、興味があると思わないこと。この3つの心構えをしっかりと心に刻んでから、相手にスピーチであったりとか、こうプレゼンだったりとか、あるいはこう営業する時のコミュニケーションみたいなのを始めてください。具体的なやり方について簡単にフォローしておきますね。まず相手はそもそもあなたの話を聞きたいと思っていない、興味を持っていないんです。ということは、興味を持ってもらえるようなつかみをすることが大事です。これ一番最初の話を聞き始めるタイミングで、この人の興味を持ってもらうための話し方っていうのを頭にしないと、もううわーなんかつまらない話が始まった、早く終わんないかなとか、どうやって話切り上げて帰ってもらおうっていう風に、相手はあなたを帰ってもらうための戦略を練り始めちゃうと、もうまず聞いてくれません。なので相手が興味を持ってくれるような最初のつかみをしっかりやることが非常に大事になります。じゃあそのためにどんな話をするのかというと、相手が興味を持ってくれそうなことはどんなことなのかですよね。多くは相手が興味を持つのは自分が好きなこと、あるいは自分が困ってて何とかしたいと思っていること、あるいは自分が儲かりそうな得しそうな話、これらのことに相手は絶対興味を持ってくれますよね。なので相手の悩みであったりとか、これ儲かりますよであったりとか、相手が大好きであるっていうことを事前に調べておいて、こういう話だったら食いつきそうだなっていうところを最初に伝えるってことが非常に大事になってきます。そして話を実際にスタートしていく中で、あ、この人は素人なんだっていうふうに思って、知らないだろうなっていうところから話をしていく。なんで言葉のチョイスっていうものは、もう小学生とか中学生の子供にするようなぐらいなイメージで OK です。もう全然専門用語使わない、子供でも分かるような言葉をチョイスしながら、分かりやすく簡単な話でしていく。そうすると相手はあ、なるほどねっていうふうに相手は話を理解することができるし、途中でってクエスチョンマークが出てこない、このクエスチョンマークが途中で出てきてしまうと、その話が進んでしまってもずっと頭なくこのクエスチョンマークがこう浮かんだ状態なので、聞けなくなっちゃうんですね話が。なので専門用語的なものを言うときには、難しい言葉を言った後、例えばこうさっきみたいにノンブルがですねって言ったら、ノンブルっていうのはページ数のことなんですっていうフォローをする、専門用語を言った後にフォローをする、でその後にノンブルノンブルノンブルって言葉が出てきても、あ、ページ数のことを言ってるんだなっていう風に理解してもらえれば、
回そこで説明をしてしまえば、その後はその言葉を使っても OK になる可能性があるので、どこかしらで一度説明をするってことが大事です。その説明をするときにまた専門用語が出てきてしまうってことがあったりするんですよ。そうするともうなんだかわけがわからなくなってしまう可能性があるので、なるべくその専門用語っていうのを入れずに済むのであれば使わないっていうのが得策です。こう簡単に説明できるときには、さっきみたいにこうページ数のことですよみたいな感じでこうすぐわかる言葉で説明できるんだったら説明をしてしまって、その後にでノンブルがですねっていう風に使っていくのは OK です。そして相手は自分と同じような価値観であったりとか感覚っていうものを持っていない、それぞれみんな違う価値観を持ってるんだっていうことを理解した上で話をしていきます。こんなの嫌ですよねみたいなことをいきなり言ってしまうと、相手は違うかもしれないっていうところがあるんで、そういう言い方を突然するのはやめるであったりとか、相手がこうあそれ嫌だよねとか言った時にはこういうのはお嫌なんだなっていうのを理解した時に、次に使う時にいやこういうのとかあって嫌ですよねみたいな風に使うみたいな、なんかやっぱこうお互い同じ価値観を持ってて一緒ですよねみたいなことを言うとやっぱり距離が近くなるので、そういうなんか一緒だよねみたいな感じの言葉が書いてすごく強くて OK なんですね。ただ同じような価値観を持ってるかどうかわからないってところがあるので、その価値観レベルなところがこう相手からこう引き出せるような感じの会話をしながら、あこういうのが好きなんだな、こういうのが嫌いなんだなみたいなことをこう探りながら、相手の価値観に合わせてなんとかですよねみたいなことを言えるとすごく強くなるので、これはですねちょっとこう以前紹介した動画でその相手のこう価値観を引き出す聞き方みたいなのっていうのは別で話してます。よければの概要欄に貼っておくので、そこの動画も見てもらえると相手の価値観引き出しやすくなるので、そこでちょっと相手のこう価値観を引き出して、一緒ですよね、私もそうですよみたいな感じで話をするとやっぱり盛り上がる。あ同じ価値観の人、同じようなこうことを考えている人の話っていうのはなんかきっとこう自分と似たような価値観だからいいものを提供してくれるんじゃないか、いい話をしてくれるんじゃないかって相手も期待しやすくなるんですよね。なのでそのテクをぜひ使ってもらえればというふうに思います。ということで今回は話が伝わりづらい人の3つの癖というものをお話しました。そしてそれらを解消するとどんどんコミュニケーションがうまくいくぞっていうところまでお話しさせていただきました。これからも皆さんの言語化のお手伝いたくさんしていきたいと思います。よければチャンネル登録してください。ありがとうございました。